石碑付近、ミスハイジアとミスハイジアとの一ミスハイジアとは、和歌山県田辺市ミスにある古代寺院跡。と、あとは、国の史跡に指定されている。和歌山県南部、左藍津川右岸の衣笠山南麓に位置する近畿地方では、西南の白鳳寺院跡である。これまでに1930年から、発掘調査が実施されている。仮覧は、放流寺式仮覧配置で、 近藤を東、東を西に廃し、推定層房が地域北寄りに認められる。創建時期は白宝紀の7世紀後半頃と推定される。紀の国室群の豪族の宇治寺と想定されるとともに、室群の軍事とする説もある。ミスハイジの位置する田辺市域は、石室古墳の盛んな紀内、木の文化と古墳の希薄な熊野の文化との境界になるが、 そうした地域に接触領域の母性として磯間岩陰、遺跡、立と岩陰遺跡が営まれており、それらの高台にはミス配置が営まれたことで、立量性の進展を考察する上で、示唆的な遺跡になる。地域のうち東跡は1935年に国の史跡に指定された。現在では東跡、推定総合跡が史跡整備の上で公開されている。 東跡水底総望跡地域は片一町。近藤を東、東を西に配する放流寺式が乱配置である。移行の詳細は次の通り。その他、近藤跡水底地区の西園において、幅約1.40メートル、深さ約0.45メートルの大溝が認められている。地域からの出土品としては、白鳳時代後半平安時代の多量の瓦のほか、 石製クリンの一部、風卓の風招き、石製天外の一部などの仏教関係の異物がある。ありがとうございます。